花よりバーボンの上出良介です。今ちょっと緊急で、動画を回してるんですけど、ちょっと皆さんにご報告しないといけない件がありまして、というのも、以前、動画内でちょっと LINE を交換させていただいたあの女性の方がいると思うんですけど、連絡が、来なくなりました。はい、ということで、引き続き、上出は、フリーということです。はい、付き合ってもないです。付き合ってもないんですけど、はい、今ちょっと連絡が続いてる女性はもうちょっと全くいないということなので、はい、ちょっと今回ちょっと皆さんにご報告させていただきました。ちょっとあの動画いろいろコメント今後気になりますとか、はい、なんで、はい、回したんですけど、はい、やり取りは何回かあったんですか？はい、やり取り自体は、何回かあって、まあ、ちょっと動画内でも言ってると思うんですけど、オムライスを食べにその石川に来たということもあって、ちょっとおすすめのオムライス屋さんも紹介したりなんかしたんですけど、まあ、ちょっと連絡が本当にもうつかなくなっちゃって、はい、ちょっと正直な話すっごい、まあ、付き合ってないんですけど、ちょっと心に穴が開いたかのような。振られた。まあそうですね、ちょっと振られたっていう表現になっちゃうんですかね。告白もじゃないでしょ。そうですね、やっぱりちょっと、まあ、足りない部分がいっぱいあったということで。なんか思い当たる節ありますか？そうですね、なんかキモいライン送っちゃったとか。いや、キモいラインとか送ってないんですよ、本当におすすめのお店とか、あ、こういう場所いいですよっていう、もうそういうやり取りだけで終わっちゃったので。こういう場所いいですよってどこ送ったんですか？いや、今ちょっとね、期間的には終了しちゃってるんですけど、金沢城でチームラボのプロジェクションマッピングがあったので、そこおすすめですよって紹介したりとか、あと石川に来るのがちょっと初めてということだったので、まあこういう観光スポット兼六園とかもありますよとかっていうのを紹介したんですけど、いやー、がっつきすぎたんじゃないですか。そうっすかね、やっぱり、ね、なんか本当に声かけて言った時はね、本当にすごい好感触だなと個人的には思ったので、ね、ちょっと今後 LINE が続いて、なんかまたね、再びお会いする機会があればなとも、まあ、内心は思ってました。どこ行くつもりだったんですか、ちなみに？まあ、歴史的なところが行きたいっていう話やったので。あ、じゃあそこまで行ったんですか？そこまで行ったんですよ、ちょっと、うん、で、例えば東茶屋街とか、まあ、例えばね、兼六園とかね、まあ、あと、まあ、伝統的というか、まあ、21世紀美術館とかも人気じゃないですか。なので行こうと思ってたんですけど、行けずしまい。行けず。ですか、なんかオイラインとかしちゃってないですか？なんか、いや、実は一回だけちょっとオイラインしちゃってまして、でそれ以降ちょっと連絡が本当にスパッと綺麗に途絶えまして。はい、はい、でもう石川にはいらっしゃらないですかね。どうなんですかね。まあ、いるのであればね、ぜひ本当にお会いはしたいなと思ってるんですけど。なるほど。まあ、いなかったらいなかったでね、まあ、会いに行くっていう方法もあるんで。会いに行く？はい。え？気持ち悪い。気持ち悪いですか？お相手さんはまあちょっと今どこにいるのか分かんないですけど、まあでも、なんていうんですかね、一瞬の幸せはですね、ちょっと二度と忘れないような。はい。なんか今回の出会いで何か学んだことありますか？いや、学んだこと、やっぱりそうですね、まあ、数打ち当たるって言い方は変ですけど、まあ、声かけることってめちゃめちゃ大切なんだなっていうのも分かりましたし、まあ、あと、まあ、絶対オイラインもするなと、これはもう絶対ですよ、はい、やっぱちょっとキモいですか？そうですね、ちょっと必死さが伝わったんでしょうね、多分。あ、キモいですね。必死なデブは多分嫌われますよ。はい。
ゃあ今後もなんかあの、はい、街頭インタビューに振りしたナンパ系は続けていくと。いやぜひやりたいです。まあぜひやりたいというか、まあまあそうですね、もしねお声かけさせていただいて、まあもしいい感じになれば、まああるのかもしれないですね、うん、次はここ気をつけたいみたいなのあります？インタビューのところから結構いろいろ言われてましたけど。そうですね、まあやっぱりまず相手の目をしっかり見るっていうのと、まあちょっとね、まあ、こういうデブがいきなり近づいたら怖いね、もうちょっと明るい雰囲気っていうのとね、はい、ちょっとそこはちょっと気をつけたいなと、はい、でも一番気をつけることは、まあ、もちろんもう痩せるですよね。ちょっとどうですか最近。いや今見て分かる通りですよ、このスーツのここ見てくださいよ、もう弾けんばかりの、やばいっすよ、お歳暮になりつつあるんで。ちょっと伊藤ハム、伊藤ハムじゃないですね。誰が伊藤ハムですかね。ちょっとはい、気をつけたいな、まず本当に痩せるっていうことを、まあ、モットーにしていきたいなと思ってます。せめて80みたいな声を多いですけど、まあそうですよね、やっぱり3桁デブはやっぱやばいっすよね。痩せよう本当に。じゃあ自信も湧くんじゃないですか。そうですね、ちょっとやっぱり今この体じゃちょっと自信はないですね。やっぱりもう少しね体が引き締まったら自信がつくのかなとは思うんですけど、うん、そうですね、せめてなんで今もうあと60キロほどですか。まあ60キロっつったらもう本当にもうほぼほぼ成人男性1人分なんで、まあちょっと痩せたいなとは思ってますけど、本当にちょっとコメントいただいた皆さんには本当に誠に申し訳ない報告になってしまったと思うんですけど、あの動画結構再生取ってたじゃないですか。はい、期待値あると思うんで。ああ、本当に皆さんありがとうございます。引き続きちょっとデブも頑張っていきたいと思いますので、ちょっとどうか温かく見守っていただければなと思います。ということで本当に緊急でちょっと今回は動画を回させていただいたんですが、本当に皆さんちょっと末永くよろしくお願いします。この動画が付き合ってらんないです。ぜひちょっと付き合ってください、本当にお願いします。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。